片貝祭りの聖四尺玉片貝祭りとは、新潟県小千谷市片貝町で開催される秋祭り。花火大会、中でも聖四尺玉の打ち上げで、全国的に知られる。四尺玉の打ち上げ高度約800メートル、開花直径約800メートル、この四尺玉の直径約120センチメートル、重量約420キログラム。 打ち上げ用の円火塔は高さ5.2メートル、厚さ1.8センチメートルの鋼鉄製である。2006年以降の新潟県の夏の観光キャッチコピーでは、越後三大花火、海の柏崎、川の長岡、山の片海として紹介される。片海祭りの花火、打ち上げ用の円火塔のモニュメント。一番大きい高さ5.2メートルの発煙塔が聖4、尺玉のためのもの。 2006年3月撮影、朝原神社の周期礼大祭の続賞であり、祭りの特徴は朝原神社への放納演歌である。そのため、毎年9月9.10日に開催される。日程については、奇数月のゾロ目は1月1日の元日を、はじめ3月3日の桃の節句、5月5日の単語の節句、7月7日の七夕とあるが9月9日には、 何もなかったことから遊び心を込めたという説がある。また9月10日が210日にあたることから初秋で、ありながら雨の降りやすい日であり、9から10日かけて、どこかの時間で雨が降る確率が高い。前日の通り、朝原神社の周期例大祭であることから、うってんでも基本的には順延せず演歌の打ち上げは行われる。そのため、 仕掛け花火の後のスターマイン等は煙に隠れて見えにくくなることがある。順延になるケースは台風接近等により円下の打ち上げ時に強風が吹き続けている時であり、最近では順延したケースはない。もともとは町内の各家庭で花火を作り、辻などで個人や近所など少人数で打ち上げていたのが始まりと言われている。 火災等の危険を減らす意味も含め、片海町のほぼ、中心にあり、鎮守様でもある、朝原神社の裏手の畑の辻で打ち上げるようになった。これにより打ち上げ場に打ち上げ用の筒を運ぶことを筒、引き、各町内の若手が打ち上げる過程を、角付けし、放納器槍を上げて花火玉を集めて、打ち上げ場に運ぶことを玉送りと呼んだ。これら行事は、現在も、 形式的ではあるが行われており、祭りに花を添えている。聖三尺玉日本で最初に、聖三尺玉や、聖四尺玉を打ち上げたことで有名であり、日本で唯一の真昼の聖三尺玉も打ち上げられ、大玉が打ち上げられることで、各方面に知られている。特に隣接する長岡市で行われている、長岡祭りとの大玉制作、打ち上げ合戦は、数年にわたり、 行われ、生四尺玉の成功で、今のところピリオドが打たれている。また、火災の恐れもあるためか、大体の花火大会が河原や海岸で行われているが、この片い祭りにおいては、丘の上にて打ち上げられている。1984年には、財団法人、サントリー文化財団より、住民挙げての花火祭りによって、ふるさとへの郷土愛を育てる、 コミュニティ活動としてサントリー地域文化賞を授与された。1988年7月25日に北海道薄郡総別町東屋湖藩にて東屋湖サンパレスホテル大浴場完成を記念した水中花火が片海祭りの花火の大きさを上回り翌年ギネスブックに掲載されている。近年は 東約温泉への配慮や不当表示を指摘されることを回避するため、地元市新潟日報など、報道機関や観光業者の広告では、世界一と言われる、打ち上げ花火世界一など、正四尺玉に対する表現を変更している。2010年9月25日、映画、お兄ちゃんの花火が全国一斉に公開された。この映画は、片海町を舞台とし、 戦い祭りで行われる放納演歌大会を軸として、引きこもりの兄と白血病の妹の兄弟愛を綴った感動の作品である。前述の通り家庭ごとに花火を作っていたことから、誕生や結婚などの刑事や年期などの長寿、成人や寒歴、33歳や42歳の役払いなどにちなみ、朝原神社に花火を放納する形式で打ち上げる。 個人や家族単位でだけでなく、地元の片階中学校を卒業と同時に、同級生で結成した階単位で、スターマインなどの大きな花火を打ち上げている。打ち上げるグループは、タッチ台と呼ばれる場所に立って、放納期ありを立ってから自分たちが打ち上げる花火を見届けるのが特徴。また、同級会は、生涯の付き合いであり、結束が強い。 前年より良い花火を打ち上げようとしているが、近年は少子化により、個々の負担が増加しているという面もある。9日の朝から午後にかけて、筒引きという伝統行事が行われる。五部、和歌の支部付近を出発地とし、各町内を回った後に、朝原神社の境内へ登る。その年に成人を迎えた、同級会を中心とし、和歌の連中が筒を引き、 それぞれの町内を筒が通る時にはその町内の若手のうち成人を迎えた者より上の者が筒の上に乗り皆々様のご勢力によりやってくれやと叫んで祭りを盛り上げる。もともと筒引き行事は川下の山町内の伝統行事であったと言われる。また、それぞれの町内でまといを披露することも筒引き行事の一環となっている。このまといの披露は まといから垂れ下がる飾りから、バレンと呼ばれている。9日及び10日に、玉送りという花火玉を町内各地から打ち上げ場へ、運ぶ行事が行われる。1組、2組、3組、で、組、五部、ま組の各町内の和歌と、小和歌や、成人、33歳、42歳、50歳、官理の同級会ごとの集団で、 屋台と呼ばれる梨を引きながら町内各地を練り歩き、朝原神社へ向かう。基本的には、各町内の中学生までが、小赤、高校卒業後から25歳頃までが和歌に属する、ことになる。屋台の前方で綱を引く者は、道中気圧を上げ、後方では、しゃぎりを演奏しながら進む。しゃぎりや、反転は、各町内ことに、音色や模様が異なる。 前夜祭りとなる8日には、ミコジの屋台や民謡流しが、拡張内を流す。9日夜は、組対抗となる、シャギリコンクールが行われる。10日昼には、朝原神社の境内にある土俵において、選抜相撲大会が行われる。2003年には、東京下町のうなぎ屋を舞台にした、NHK 連続テレビ小説、心で、主人公心の父親が、 新潟県山越村の花火市でありその花火を打ち上げたのが片貝祭りであったことを記念しての花火が打ち上げられ主演の中越の子が当日現地に来てメッセージを寄せた。2005年には前年に発生した新潟県中越地震復興に向けたテレビのドキュメント番組が作られその番組のリポーターであった江口洋介が当日現地に来て番付を読み上げた。 2012年11月9日に富士テレビ系列の金曜プレステージはにて放送されたスペシャルドラマ松本清張没後20年特別企画疑惑では被疑者の夫が無理心中を図る前に生産者玉を打ち上げたそのこと確認に女性弁護士が朝原神社脇にある片会長演歌協会の事務所を訪ねるとうところどころに映し出されている 2017年には9月10日に BS 富士にて感動スペシャル生中継。世界一の四尺玉花火、片海の夜空に咲く。花火の数だけ涙が溢れたと題した特別番組を放送3時間にわたり放納演歌大会の模様を生中継する。司会は前日の心にも出演した俳優のリューライターと水谷優利が務める。なお、 同日正午から55分間、事前番組、世界一の四尺玉かかか戦い祭り大花火今夜、いよいよ、も放送、水谷アナがリポートを担当する。ありがとうございます。